なんでまだ動けるんだ。水族ベイサーバーの残存命令。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは何をグズグズと喋ってるんだ。報告、敵の過去記憶の入出。
Thank you.
今僕たちは機械精霊隊、僕たちは機械精霊隊、君たちはアンドロイド、君たちはアンドロイド、私たちは敵同士戦うのね。君はなぜ精霊するのか、僕はなぜ存在するのか。ああ、光が見える、光、僕たちは空に飛ぶんだ。
この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥビーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。
高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう。ナインエス。うるさい。うるさい。お前に言ったで。僕たちの何がわかるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ポット、9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2。 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私はヨルハ部隊支援随行ユニット。支援しているヨルハ機体 A2 に害をなす行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。
私が全部。ポット、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから、先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな